遊び遊ばせは、両ーーリンによる日本の漫画。白戦車の漫画雑誌、ヤングアニマル嵐2015年6号に、読み切り作品として掲載後、白戦車のウェブコミック配信サイト、ヤングアニマル電子にて2015年6月26日より、連載を開始。第30話からは、同社のヤングアニマルに移籍して、2016年23号から、連載中。 2021年7月時点で電子版を含めた累計発行部数は190万部を突破している。様々な遊びに興じる遊び人研究会で活動する3人の女子中学生たちの日常を描いたギャグ漫画。作品コンセプトは美少女、お遊戯コメディ。可愛らしい絵柄とそこからことごとく離れた顔芸やシュールギャグが特徴で単行本発売後、 ツイッターの口コミで人気が沸騰し、緊急重犯が決定するなど話題を呼んだ。後に、白戦車の CM でも、表紙詐欺を表に出した映像が制作された。中学2年生の本田花子は、スポーツ万能で勉強も、学年2位の才能に恵まれた少女だった。そんな花子には、悩みがあった。学校にまだ一人も友達がいなかったのだ。 華やかでキラキラした女の子たちに憧れはするものの自分はそんな風にはなれないと物おじばかりしていたそんな時クラスに外国人のオリビアが転校してきたオリビアとは不思議とすぐに打ち解けられた一緒に遊んでいるとうるさいですと同じクラスの寡黙な女の子野村かすみに注意されたしかしオリビアはそんなかすみをも引き込み3人は 仲良くなっていく。本作は、本田花子とオリビア、野村かすみとの出来事を中心に、乙女たちの学園生活を描いた作品である。略称は、阿蘇ケン主要人物たちが所属する、生徒会非公認の同好会。名称は、リア充っぽいという理由で、花子によって名付けられた。生徒会には、無届けで,で空き教室を物質にしている。通称は、 聴学部だが、作中では、岡県と呼ばれる。生徒会公認の部活だが、5人いた部員のうち2人は、卒業、1人は、転校、1人は、転送のため、部員不足による、同校会降格の危機にさらされている。東東東2階の掲示板に新聞を、毎月掲示している。しかし、花子に、一度も、新聞を見たことがないと言われてしまう、と、 新聞の存在はあまり知られていない。部員は3名が登場している。2018年7月から9月まで ATX 他にて放送された。ナレーションは伊沢牧。本編後は人形劇、日本の遊びを遊ばせが設けられている。アニメはプレスコ方式によって収録されており、原作コミックを参照しながらによる演技がなされている。また、 アニメの場面転換時に、ハクション大魔王でも使われていた、それからどしたの、それからどしたの、を入れるなどのアニメ特有の演出もしている。2018年7月3日から10月9日にかけて、ウェブラジオ、遊び遊ばせラジオ、お聞き遊ばせが、各週火曜日に、おっと泉にて配信された。パーソナリティは、木のひな、長江理香、小原よしみ。ありがとうございます。